ウェンブリーアリーナはイングランドロンドンのウェンブリーにある世界的に有名なアリーナである。現在の名称は SSE アリーナウェンブリー。かつては別名でエンパイアプールと呼ばれていた。ロンドンでは O2 アリーナアールズコートエキシビションセンターに次ぐ3番目の規模を持つ屋内競技場である。最高12,500人の収容が可能となっており、 主にコンサートで利用されている。ウェンブリーアリーナの観客席1934年の大英帝国競技大会開催のためにエンパイアプールの名称で屋内プールとして建設1978年に多目的ホールへと改修され、それに伴ってウェンブリーアリーナに改名した。屋内でのスポーツ競技では1980年に 開催されたボクシングの世界タイトルマッチ、アラン・ミンター・タイマー・ビン・ハグラーの試合は、伝説の試合となったほか、イギリスのアイスホッケーリーグもここで行われていた。プロレスでは、WWE のロースマックダウンが2006年4月に開催され、過去には、PPV 大会であるインサレクションが開催されたこともある。近年では、毎年のハウスショー公演に使用されているほか、 WCW や TN 等の団体も海外公演の際に使用したことがある。また、世界の著名なアーティストがコンサートを開催することでも有名である。イエス、スパイスガールズ、テイクザット、ウエストライフなどがその例で、特にウエストライフは2006年だけで23回の公演を行った。2011年には音楽オーディション番組、 X ファクターグランドファイナルの会場にもなった。五輪会場としても使用されており、1948年ドンドンオリンピックで競泳、引込み競技、水球競技が行われ、2012年ドンドンオリンピックでは新体操とバドミントン競技が実施された。2013年9月に運営元のライブネーションとの契約が切れたことから、アイグファシリティーズが運営権を落札。 その後、2014年6月にアイグファシリティーズが電力会社の SSE に命名権を販売したため、名称が SSE アリーナウェインブリーへ変更となった。ありがとうございます。